新陶器を書いたテシオドスによれば、この世界は混沌という名のカオスから始まった。カオスからは大地の神、ガイアが生まれ、ついで冥界の神、タルタロス、愛の神エロス、が生まれた。これらは神々というより、概念そのものと言っても良いかもしれない。さらにカオスからは暗黒神、エレボスと夜の神、ニュクスが生まれ、両者からは昼の女神、ヘイメラーと大気の神、アイテールが生まれる。たくさんいすぎてわからない。とりあえず今のところはガイアだけ覚えていれば大丈夫だ。この辺りで生まれたのは、神々というよりも概念だからね。神話というよりも哲学に近いのかもしれない。夜の神ニュクスからは死神、タナトス、復讐の女神、ネメシス、眠りの神、ヒュプノスや夢を司る、オネイロス、そして運命を司る三女神が生まれた。そしてガイアは独力で、神の王たる神ウラノスを生み出すことに成功する。ウラノスとガイアは、ティターン十二神をはじめ、太陽神、オケアノスや光明神、ヒペリオンなど多くの神々を生み出していく。ウラノスは自分が生み出した神々に、自らの地位を奪われるのを恐れ、生まれた神々を冥界であるタルタロスに次々と閉じ込めた。それに憤慨したガイアは、最後に生まれたクロノスを、ウラノスの目を盗んで密かに育てることにした。成長したクロノスに、ガイアは最強の武器アダマスの鎌を授け、クロノスは父ウラノスに決戦を挑む。クロノスは父ウラノスの極部をアダマスの鎌で切り落とし、この世の覇権を握ることに成功する。この際に切り落とされた極部から生まれたのが、美の神アフロディテだ。なんか突っ込みたいけどやめとこう。クノロスはウラノスに閉じ込められていたティターン神族たちを解放し、新たな秩序を形成し始めた。ティターン神族の一人、女神レアと結ばれたクロノスは、ハデス、ポセイドン、デメテル、ヘスティア、ヘラなどの神々を次々と誕生させていく。だんだん聞いたことのある名前が出てきたねー。しかしクロノスはそれらの神々が生まれた瞬間に全て飲み込んでしまった。クロノスは父ウラノス同様、自分の子供に権力の座を奪われるのを恐れたのだ。因果応報だねー。歴史は繰り返す。クロノスの行動に怒りを感じたレアは、クレタ島に行って最後の子供ゼウスを生み出した。追ってくるクロノスだったが、レアは石を子供だと騙してクロノスに飲み込ませた。レアはその後、妖精であるニュムペイや、ヤギのアマルティアにゼウスを密かに育てさせた。成長したゼウスはクロノスを打倒すべく、祖母である創造神ガイアの元に行く。ガイアはまず、ゼウスにタルタロスに行くよう助言。助言通りにタルタロスに向かうと、そこにはヘカトンケイル、サイクロプスといった巨人族が押し込められていた。クロノスはウラノスを倒した際、これらの巨人族のことは解放しなかったのだ。巨人族は自分たちを解放したゼウスに協力することを約束する。巨人族、ゲットだぜー。ガイアは次に、ミキネクタルと不死の実アンブロシアをゼウスに授けた。ゼウスはネクタルに王と薬を入れて母レアに渡し、レアがそれをクロノスに飲ませると、クロノスはハデスやポセイドンなど、自分の子供たちを一気に吐き出した。吐き出された神々はゼウスと共にオリュンポス山に陣を張り、対するクロノスとティターン神族はオトユス山に陣を張った。全宇宙の覇権をかけた戦い、ティタノマキアの始まりだ。戦いが始まるとヘカトンケイルたち巨人族は、ゼウスに最強の武器ライデイオ、ポセイドンに三つ股の槍とライデントを、ハデスには姿の消える帽子を作ってそれぞれに持たせた。ペルセウスが使ったやつだ。ティターン神族は強かった。怪人オケアノスや光の神ヒュペリオンなど、クロノス以外にも強大な力を持った、死の神々との戦いは混迷を極めた。ゼウスはガイアからもらったアンブロシアをオリュンポスの神々に配り、皆それを食べて不死となった。不死の神々同士の戦いは、だがオリュンポス側に有利に進んだ。ハデスが消える帽子でティターン側の武器を奪い、ポセイドンがトライデントを地に突き刺すと地上は大いに揺れた。ヘカトンケイルやサイクロプスはその巨体を生かして、山々をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、それは休まることがなかった。最後にゼウスが究極武器ライデイを投げると、天は焼け焦げ、そのまばゆい光でティターン神族の目は見えなくなってしまった。
財政はあらゆるものを焼き尽くし、ついには始まりの存在たるかをひすら消滅させてしまう。ピターン親族は死ぬこともできず、タルタロスの闇へと封印されていった。北のマキアは、ゼウス率いるオリンポスの神々の勝利に終わった。ゼウス、ぜー。戦いが終わると、今度は誰が世界の覇権を握るかの争いとなった。長兄のハデス、次兄のポセイドン、そして末っ子のゼウス、誰が天上の神になるかで大いに揉めた。もしこの三神が争えば、地上は跡形もなく消え去ってしまうだろう。それを避けたい三神は、くじでそれぞれ治める領域を決めることにした。その結果、天上と地上の覇権はゼウスに、海はポセイドンに、冥界はハデスが治めることになった。そうして神々の王となったゼウスは、メティスとの間に戦女神アテナを、レトとの間に太陽神アポロンと月の女神アルテミスの双子を、聖祭ヘラとの間に戦いの神アレスト妃の神ヘファイストスを、マイアとの間に牧畜の神ヘルメスを作った。ゼウスの子供多いね。しかしゼウスにはまだ、最強の敵が残っていた。自らの祖母であり、もはやこの世そのものと言っても過言ではない。創造の女神ガイアがゼウスに対して戦いを開始したんだ。なんで？北のマキアの時は味方してくれたじゃん。ゼウスがティターン親族をタルタロスに封印したのがまずかった。ガイアとしては、ゼウスがクロノスを懲らしめることを期待していたのだろうけど、完全に駆逐してしまったからね。クロノスもティターン親族もガイアの子供、ガイアが怒るのも無理はない。ガイアは巨人族の中でも特に巨大なギガンテスに命じて、オリンポスの神々への攻撃を開始した。ギガンテスは山脈や島々を引き裂きながらオリンポスに接近していき、その残骸を投げつけながら進んでくる。規格外にでけー。ゼウスは雷帝を持って攻撃するも、ギガンテスは不死身の肉体を持っているので死なない。ポセイドンのトライデントも、アレスやアテナの攻撃も、ギガンテスを打ち破ることはできなかった。ギガンテスは神々では決して滅ぼせぬ肉体を持っていたのだ。なのでゼウスは、人間の英雄を欲し、自らと人間の子であるヘラクレスを戦いに参加させた。ヘラクレスの持つ弓はギガンテスを次々に死に至らしめ、巨人族との戦いはオリンポス側の大勝利に終わった。愛する子供たちを殺されたガイアは、冥界であるタルタロスと交わり、究極生命体であるデュポーンを生み出した。メタモルフォーゼを表したオイディウスによれば、デュポーンの存在を見たオリンポスの神々は、それぞれ動物に姿を変えて、一目散に逃げ始めたという。あれだけ強かったゼウスたちが逃げるなんて。やがてゼウスとデュポーンの一騎打ちとなる。デュポーンの吐く炎とゼウスの雷帝は激しくぶつかり合い、天と海は煮えたぎり、大地は激しく鳴動した。戦いはゼウスの優勢に思えたが、デュポーンはゼウスから雷帝を取り上げると、締め上げてゼウスを洞窟に閉じ込めてしまう。竜族の女性デルピュネイにゼウスを見張らせておくと、自らはガイアの元に傷を癒しに行った。しかしヘルメスが空飛ぶ筒を使ってゼウスを救出し、治療を施した。傷を癒した両竜は再びぶつかり合うも決着はつかず、ティポーンはゼウスに勝つために運命の三女神の元へ向かう。デュポーンはクロト、ラケシス、アポロトスの三女神を脅して、どんな願いも叶う勝利の果実を食べることに成功する。じゃあ、絶対絶命だ。無敵の力を手に入れて生きようようとゼウスとの決戦に向かうデュポーンだったが、なぜか全く力が出ない。なんで？運命の三女神が渡したのは、願いが叶う勝利の果実、などではなくて、絶対に願いが叶わない無常の果実、だったのさ。力を失ったデュポーンにゼウスの雷帝が炸裂し、デュポーンはそのまま炎と共にタルタロスへと落ちていった。この戦いにより神羅万象は狼ゼウスに従うようになり、混沌とした宇宙は秩序に満ちたものとなった。以上で今回の動画は終わりだ。実は今回の話をはじめ、ギリシャ神話の内容は語り手によって内容が異なっているんだ。落語みたいなものだね。例えばヘシオドスの神闘記とオーディウスのメタモルフォーゼでは、同じ神話を扱っていても内容が違う。伝説や神話、そして歴史というのは、時代とともに変遷していく。そのことこそがそれらの最大の魅力なんじゃないかなと思っているんだ。
客観的に正しい、歴史とかもいいんだけど、個人的には物語、としての歴史が好きなんだ。そんなわけでこのチャンネルではできる限り歴史を面白く伝えていきたいと思う、といったところで今回はお開き。また次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。今回はギリシャ神話の花形、ペルセウスの冒険についてやるよ、やるよ。ペルセウス。ペルセウスの話はまさに英雄譚の元祖とも言える。最近かなりえげつない悲劇が続いたからね。ここらで神話の王道たる英雄譚についてやっぞ、ほらやっぞ。ペルセウスはアルゴス王アクリシオスの娘だなえと、ギリシャの最高神ゼウスの子供として生まれた。ナチュラルに神様の子供きたー。アルゴス王アクリシオスはどうしても男の子が欲しかったので、デルフォイに神託を受けに行った。ギリシャ神話ではおなじみの、アポロンの予言を受けに行くところだね。そこでアクリシオスはこんな神託を受けたんだ。何時には男の子は生まれないが、男の孫は生まれるであろう。そしてその男の子に殺されるであろう。デルフォイの神託は絶対だ。アクリシオスは一人娘のダナエを誰も近づけないような巨大な塔の上に監禁した。そこに目をつけたのが大神ゼウスだ。ゼウスは金色の雨となりダナエとの間に子をなした。そうして生まれてきたのがペルセウスだったわけさ。この結果にアクリシオスは大変驚いた。デルフォイの神託は絶対だ。もしこの子供を生かしておけば自分の命はない。だが彼は悪人ではなかった。愛する娘と孫を殺すことができなかったアクリシオスは、箱に母子を詰めてそのまま海に流したんだ。十分ひどいけどな。親子はそのままセリポス島に流れ着き、漁師であるディクチュスによって救出されることになった。ペルセウスは島ですくすくと育っていくが、母ダナエの魅力に島の漁師ポユデクテイスが首ったけとなり、しつこく言い寄るようになっていた。ペルセウスはポユデクテイスに母から手を引くよう要求。ポユデクテイスはゴルゴン三姉妹の末っ子、メデューサを倒せたらそうしよう、と無理難題を突きつけた。ギリシャの人はよく無理難題を突きつけられるね。メデューサの討伐は無理中の無理と言っても過言ではない。何せメデューサは、不死身と言われるゴルゴン三姉妹の中でも特に強い魔力の持ち主で、髪は蛇、その目は宝石のような輝きを放ち、それを見た者は、石になってしまう。もう明らかにメデューサ討伐は無理ゲーだったが、幸いなことに戦女神であるアテナと牧畜神ヘルメスが協力してくれた。弟の危機に駆けつけたんだね。それもあるんだろうけど、アテナに関しては完全なる支援だろうね。そもそもメデューサは神が自慢の超絶美少女で、その美しさを誇った結果アテナによって神を蛇に変えられたんだ。トロヤ戦争の時もだけど、アテナ怖えー。戦いの女神だからね。別の説ではメデューサと海の神ポセイドンが、アテナの神殿で密会していたことに腹を立てたとも言われる。どっちにしてもそんなに大した理由じゃねえ。まあ、ここは可愛い弟のためにということにしておこうか。アテナはペルセウスに盾を授け、メデューサ討伐のために、必要なアイテムを持つニュムペイの居場所を知るぐらい愛の居場所を教えた。なんかややこしい。グライアイは灰色の髪を持った三人組で、三人で一つだけの目、一つだけの歯を持った老婆たちだった。グライアイたちはやってきたペルセウスを嘲笑い、ニョムペイたちの居場所を教えようとはしなかったが、怒ったペルセウスが一つだけの目を取り上げると、慌ててニョムペイの居場所を教えた。無事ニョムペイのところにたどり着いたペルセウスは、姿の見えなくなるハデスの兜、魔力を封じ込める袋を借りることができた。さらにペルセウスの兄にあたるヘルメスからは、翼のついたサンダル及びゼウスの王冠を借りることに成功。チート装備きたー。羽の生えた靴でメデューサの住処の近くに到着したペルセウス。その目に飛び込んできたのは石化した屈強な戦士たちだった。ペルセウスはハデスの兜を装着して姿を消し、メデューサの目を見ないようにアテナの盾にその姿を映しながら慎重に進んでいった。盾がその姿を捉えた瞬間、ペルセウスはゼウスの王冠を振り下ろす。するとメデューサの首は綺麗に落ち、その付け根からは羽の生えた白き天魔ペガサスが生まれた。
ペルセウスはメデューサの首を袋に入れてしまい、ペガサスに乗って母親の待つセリーフォス島に戻る。そしてその途中で巨人アトラスの住まうヘスペリスの園にたどり着く。ペルセウスは夜も遅いので園で休ませてほしいとアトラスに懇願するが、アトラスはこれを拒否する。なんで？ヘスペリスの園は地球上で唯一黄金のリンゴがなる木が存在していて、アトラスはそれを奪われるのを警戒したんだ。黄金のリンゴってトロヤ戦争に出てきたやつ？多分ね。ギリシャ神話には黄金のリンゴについての話が多い。アトラスはヘラからその管理を任されていて、ゼウスの息子に奪われるという予言を授かっていた。だからペルセウスを見ると攻撃を仕掛けてきた。さすがの英雄ペルセウスも、地球を支えるほどの力を持つアトラスが相手では分が悪い。そこで魔法の袋からメデューサを取り出してアトラスに見せた。するとアトラスは石になってしまい、現在ではアトラス山脈になってしまったという。おお、神話っぽい。でも、予言はどうなったの？ギリシャ神話では予言は絶対なんでしょ？そう、予言は絶対だ。ただしゼウスの子というのは、ペルセウスではなくヘラクレスのことを指した言葉だったんだ。ヘラクレスの冒険は近いうちにやろうと思う。ヘスペリスの園を後にしたペルセウスは、道に迷ってエチオピアに迷い込んでしまう。そしてそこで、岩にくくりつけられた美女を目にするんだ。どんな状況だそれー。女性の名前はアンドロメダ。彼女のあまりの美しさを誇った母親が、あろうことかポセイドンの娘よりも美しいと言ってしまったんだ。怒り狂ったポセイドンは、巨大なクジラをエチオピアに送って、国をめちゃくちゃにしてしまう。ポセイドン怒りすぎじゃない？ポセイドンの怒りを鎮めるには、もうアンドロメダを生贄に捧げるしかなかったんだ。そこへ道に迷ったペルセウスがやってきたというわけさ。そのタイミングの良さが英雄たるゆえんだね。ペルセウスはアンドロメダに目をつぶるように言い、棒青いタヌキのように魔法のポケットからメデューサの首を取り出した。タヌキじゃない？するとクジラは当然のように石化、エチオピア中が歓喜に包まれた。その後ペルセウスとアンドロメダは結婚。結婚式にはアンドロメダの婚約者だったフィネウスというやつが乱入してきたが、有無を言わさず石化。何事もなかったかのように故郷のセリポス島に帰っていった。故郷に帰ると島の領主ポリュデクテイスがちょうど母ダナエを口説こうとしているところだった。ポリュデクテイスは無理やりダナエを我が物にしようとしたのだが、ペルセウスの育ての親である領主のビッチュスがダナエを守っていたのだ。ペルセウスは早速ポリュデクテイスにメデューサを討伐したことを報告。ポリュデクテイスはそれを信じなかった。何か証拠を見せろと言われたので、ペルセウスはメデューサの首を見せた。ポリュデクテイスが石になったのは言うまでもない。何やってんのー。ちなみに養子のビッチュスだが、実はポリュデクテイスの弟だったのでアルゴスの上につけておいた。え、そうだったの？そうだったんだ。ついでにビッチュスと母ダナエは結婚した。珍しくハッピーな展開きた。その後ペルセウスは母ダナエ、妻アンドロメダと共に自身の故郷であるアルゴスを訪ねた。思えばこの人たちは神託のことは知らないだろうしねー。神託の件があるから、アルゴス王アクリシオスは子供たちの帰還の報を聞くやらアリッサに逃げた。そしてアルゴス王が亡命してきたのと時を同じくして、ラーリッサ王の父親が死んでしまう。ラーリッサ王は父の葬儀のために協議会を開いた。そしてそこにペルセウスも参加することになった。あれ、なんか嫌な予感がするぞ。円盤投げ大会に参加したペルセウスは、さすが神の子、投げた円盤は遥か客席まで飛んでいった。そして不運にもその円盤は祖父であるアクリシオスに当たってしまったんだ。こうしてまたデルフォイの神託は成就することになる。王のいなくなったアルゴスの人々はペルセウスを王に迎え入れようとしたが、事故とはいえ祖父を殺してしまった負い目のあるペルセウスは、これを誇示する。その代わりにミケーネにあったテリンスの王と国土を交換し、ペルセウスはミケーネの王となるのだった。以上がペルセウスの冒険だ。最後はちょっと悲しいことになってしまったけれど、ギリシャ神話には珍しいハッピーエンドで幕が引かれる。余談だが、
フェルセウスの持つメドゥーサの首は、戦女神アテナが盾と一体化させ、無敵の盾イージスが誕生する。ペルセウスは亡くなった後も空の星となり、今でも夜空にはペルセウス座が輝いている。今回の動画はここで終了だ。よかったらチャンネル登録をお願いするぜ。チャンネル登録していってね。タノマキアに勝利し、全世界の頂点に君臨したゼウスだったが、ティターン神族の生き残りはまだ存在していた。詳しくは概要欄から行ける、ティタノマキア、を見てね。プロメテウスはウラノスとガイアの子イアペトスと、オケアノスの娘クユムネイの息子として生まれたティターン神族だった。とはいえ圧倒的な力を持ったオユンポスの神々に抵抗することはなく、ゼウスが人間と神を区別する方法を考えていた際には、自らその役を買って出たほどだった。プロメテウスは殺した牛を二つに分け、一方を肉と食べられない皮で包み、もう一方は骨に脂肪を巻きつけて美味しそうに見せた。そうしてゼウスの元に行き、神々は好きな方を食物にできると、その選択権を与えた。ゼウスは迷わず脂身を選び、残った肉の部分は人間の食べ物となる。さすがは我欲に正直なゼウスだね。騙されたことに気づいたゼウスは怒りに打ち震えた。じゃあ全世界を一瞬で滅ぼすことのできるゼウスの怒りだー。ゼウスは人間から火を取り上げ、人間が死ねば内臓や肉がすぐに腐ってしまうようにしたという。プロメテウスがなぜゼウスを騙すようなことをしたのかは、古来より議論の対象となってきた。一つはゼウスによって滅ぼされた、ティターン神族の復讐であったとする意見。もう一つは人間たちを憐れんだという意見。どちらが正しいのか、意図は不明だが、いずれにせよプロメテウスは人間にこっそり火を渡した。火を与えられた人間たちは、それを使って戦争を始めたと言われる。ゼウスは再び怒りにその身を震わせた。ゼウスはその力でプロメテウスをカッカス山脈に貼り付けにする。それだけでは怒りが収まらず、毎日、一日一回ワシがやってきてプロメテウスの内臓をついばみに来るという罰も与えた。ティターン神族であるプロメテウスは不死身の肉体があるので、次の日には内臓が回復する。プロメテウスは永遠に続く攻め苦に苛まれながら、文字通りの生き地獄を味わうことになる。ひどい、ひどすぎる。毎日、毎日、プロメテウスは地獄の攻め苦を受け続けた。そんな日々が3万年も続いた時、プロメテウスの前に一人の男がやってきた。最強の英雄ヘラクレスだ。ギリシャ神話最強の男来た。ヘラクレスはこの時、ちょうどヘスペリデスの黄金のリンゴを探している最中だった。詳しくは概要欄から行けるヘラクレスの冒険を見てね。ヘスペリデスの場所がわからないヘラクレスは、プロメテウスがその場所を知っていると聞いてやってきたのだった。地獄の攻めに苦しむプロメテウスは、ヘラクレスに交換条件を求める。自分をここから救い出してくれたら位置を教えようと。ヘラクレスはそれを承諾し、プロメテウスの元にやってきたワシを退治した。プロメテウスは長きにわたる攻め苦から解放され、ヘラクレスにヘスペリデスの位置を教える。プロメテウスにはその後デウカリオンという息子が生まれ、デウカリオンからはヘレインが生まれた。ヘレインはドーリア人の祖先であるドーロス、アイオリス人の祖先であるアイオロスを生み、さらに孫にはイオニア人の祖先となる、イオン、アカイア人の祖先となるアカイオスがおり、ギリシャの人々は皆それを誇り、自らをヘレインの子孫とするヘレネスと名乗った。プロメテウスはギリシャの人々の父となったのだ。今回の動画はここで終わりだ。よかったら次の動画も見てくれると嬉しい。チャンネル登録していってね。ギリシャ神話最大最強の英雄。ヘラクレスの冒険をやるぜよー。誰もが知ってる英雄来たー。ヘラクレスは前回紹介したペルセウスの、子孫のアルクメイネイとシシンゼウスの間に生まれた。ちなみにアルクメイネイには当時アムキトユオンという婚約者がいたが、そんなの関係なかった。ゼウスでー。アルクメイネイはゼウスが口説いてくるのを拒否し続けたんだけど、どうしてもしたいゼウスはある日アムキトユオンに化けて近づいた。その際夜の長さをいつもの3倍にして楽しんだ。ねえ、これ公開しても大丈夫なやつ？神が行ったことだからセーフ。ゼウスは生まれたヘラクレスを不死身にしたいと考えた。そこで、
自分の妻であるヘラに授乳させようとした。どんだけー。でも断られたので眠っている時にこっそり吸わせた。ぶっ飛びすぎてて、さすがは神様としか言えない。ちなみにこの時ヘラクレスの力が強すぎて、ヘラは痛みと共に目覚め、ヘラクレスを突き飛ばした。その時にできたのが、天の川だという。もう、いろいろどんだけー。このままでは生まれた子供はヘラに殺されてしまう。そう考えた母親のアルクメイネイは荒野にヘラクレスを捨てる。その考え方もどうなんだろう。その後結局ヘラに見つかって、怒りに満ちたヘラは、赤ん坊を殺そうと2匹の蛇を、ヘラクレスのゆりかごに放つ。ヘラクレス逃げてー。特にヘラクレスを助ける者もいなかったが、赤ん坊のヘラクレスは毒蛇を難なく締め殺してしまう。強い。強すぎる。その後ヘラクレスは義理の父にあたるアムキという恩が育てることになる。彼はなかなか優秀な戦士で、戦い方をヘラクレスに教えていく。アムキという恩はいろいろな教師を招いてヘラクレスを教育したのだが、ある日ことの先生であるリノスに、殴られた際に怒って反撃してリノスを殺してしまった。これを機にヘラクレスの教育はケンタウロスであるケイローンが担当することになる。成長したヘラクレスはクレオンの娘であるメガラーと結婚する。クレオンってどっかで聞いたような。オイディプス王の時に出てきた妻にしてハハイオカステイの弟さ。つまりオイディプスの叔父にして義理の兄弟でもある。ややこしい。ヘラクレスはメガラーとの間に3人の子を設けるんだけど、ここで再びヘラが暗躍する。ヘラはヘラクレスに狂気の呪いをかけ、その結果狂気に取り憑かれたヘラクレスは我が子を殺してしまうんだ。正気に戻ったヘラクレスは途方に暮れ、デルフォイに神託を受けに行く。ギリシャ神話ではおなじみだね。受けた神託はこうだった。ミケイネ王エウリステウスに仕えて12の難用を果たせ。エウリステウスって誰だっけ？ヘラクレスの双子の兄だよ。あれ、ヘラクレスって双子だったの？実はゼウスとの子がヘラクレスでアムキというオンとの子も同時に身ごもっていたんだ。人間の子はヘラの力で先に生まれた。これは、ヘラクレスを弟とすることでミケイネの王にしないためだったんだ。ヘラはそこまでヘラクレスを憎んでいたんだね。ゼウスの浮気の結果できた子だからね。さて、兄であるミケイネ王エウリステウスはヘラクレスに12の難用を与えた。まずはネメアーの獅子退治。この獅子は鋼鉄のような肌を持っていて、ヘラクレスが矢を放っても棍棒で殴っても傷一つつかない。仕方ないので、ヘラクレスは3日間獅子を締め上げ続けてどうにか倒した。ヘラクレスつえー。お次はレルネイのヒュドラ。頭が9個あるやつだ。しかも潰しても潰してもまた生えてくる上に触れただけで死ぬ毒斬りまで生えてくる始末。困ったヘラクレスは従者に切った口を松明で焼かせて再生を防ぎ、残った不死身の首は岩の下に埋めて退治した。ちなみにヘラクレスはこの時手に入れた毒を矢に塗るようになったという。パリス王子をやっつけたやつだ。お次はケリュネイアのメジカ。これは月の女神アルテミスの戦車を引く鹿だったんだけど、逃げ出してしまい女神でも捕らえることができなかった。ヘラクレスは1年間ひたすら鹿を追い続け、ようやく水を飲んでいる鹿の隙をついて、ヒュドラの毒のついた矢で鹿の動きを止めて捕らえることに成功する。ご苦労様すぎる。次はエリマントスのイノシシ。イノシシ自体は割とすぐに生け捕りにできたんだけど、ヘラクレスが途中でケンタウロスたちの酒を飲んでしまったせいで、ケンタウロスたちとの戦いになった。何やってんのー。しかもその戦いの途中でヘラクレスの矢頭であるケイローンに当たってしまう。ケイローンは不死身の肉体を持っていたため毒が回っても死ねない。地獄だー。もだえ苦しむケイローンは不死の力をプロメテウスに譲渡することでなんとか死ねるんだけど、プロメテウスの方は、それが原因で死よりも苦しい目に遭う。まあ、その話はまた別の機会にしようか。次はアウゲイアースの家畜小屋の話だが、単に汚い小屋を掃除しただけなので抜かす。お次はスチュームペイリデスの鳥退治。これはヘファイストスに大きなガラガラを作ってもらって、驚いた鳥たちをお得意の矢で撃ち落とした。次はクレタ島の牡牛を捕まえた話。大層な暴れ牛だったが、ヘラクレスの敵ではなかった。
ちなみにこの牛の子供が迷宮伝説で有名なミノタウロスだ。テセウスが倒した後アリアドネの糸をたどって帰る話だね。次はディオメイデスの人食い馬の話。蛮族が救う土地トラキアは、イクサカミアレスの子ディオメイデスが治めていたのだが、この人物は、自分の馬に旅人を食わせていた。ろくでもねー。ヘラクレスはディオメイデイスを捕らえて馬の前に運んだので、ディオメイデイスは食べられてしまいましたとさ。ちゃんちゃん。次にヘラクレスはアマゾネスの腰帯を手に入れるためにアマゾンに行く。女性だけの戦士たちの国だね。かなり厳しい戦いになると予想して、ヘラクレスはテセウスなどの英雄を集めて乗り込んだ。しかしムキムキマッチョなヘラクレスたちをアマゾネスの女王ヒッポユテイは気に入り、自分たちと子供を作るなら腰帯をあげるという条件を出した。ねえ、楽勝すぎてつまらない。うん、多分ヘラもそう考えた。順調すぎるヘラクレスに業を煮やしたヘラは、アマゾネスの一人に化けて、ヘラクレスが女王を拉致しようとしている、と叫んで回った。思わぬ攻撃にヘラクレスは応戦し、女王ヒッポユテイを殺害して腰帯を持ち帰る。結局アマゾネスたちだけが損をしたー。続いてゲリオーンの飼っている牛を強奪したヘラクレスは、それを守っていた二首のウルトロスを撲殺した。ついでに追ってきたゲリオーンも射殺した。続いてラドーンを倒してヘスペリデスの園から黄金のリンゴを盗み出すと、ようやく12番目の難行最後の一つに挑むことになる。最後の相手は三つの首を持ち、竜脳と蛇の縦髪を持つ冥府の番人ケルベロスだ。ヘラクレスはケルベロスを傷つけずに捕らえることに成功し、冥府の神ハデスの隙をついて冥界に囚われていた、勇者テセウスを救い出すことに成功する。そして12の難行をクリアしたヘラクレスは神々に認められ、全宇宙の存亡をかけた戦いへと身を投じていく。全宇宙。ゼウスがヘラクレスを無敵の戦士にしたかったのには理由があったんだ。ゼウスは最強の神だが、どうしても倒せない相手がいた。巨人族の生き残りギガンテスだ。巨人族？ゼウスと父クロノスの戦いであるティタノマキアでは、巨人族はゼウスの側についたのだけど、やがてオリンポスの神々と巨人族は対立。神々は巨人を倒せないが、巨人族もまた神々を倒せないという膠着状態が続いていたんだ。予言によれば、神々が巨人族を倒すには人間の英雄が必要であるとされた。そこでゼウスはヘラクレスを不死身の戦士にする必要があったんだ。決戦においてギガンテスは、山々や島々を掴んではそれを神々に向けて投げてきた。ゼウスは最強の武器である雷帝でこれを迎撃、しかし雷帝の攻撃では巨人にダメージを与えることは決してできない。そこでヘラクレスはヒュドラの毒の塗られた矢で巨人族を攻撃した。ヘラクレスの矢によって巨人たちは次々と命を失っていく。地球そのものと言っても良い創造神ガイアは、それを見てついに、最強にして究極の生物であるジュボーンを生み出した。ジュボーンの吐くこの音とゼウスの雷帝は激しくぶつかり、その熱で天と海は煮えたぎったという。果てしなく続くかに思われたこの戦いは、最終的にゼウスの勝利に終わった。なんだかんだ言ってゼウスつい。最終的にはヘラもヘラクレスを認め、その人間としての死後は神々に仲間入りするのを認めた。ヘラとの戦いも長かったね。面白いもので、ヘラクレスはもともとアルカイオスという名前で呼ばれていたんだ。しかしこれ以降、ヘラの栄光を意味する、ヘラクレスと呼ばれるようになる。最強の敵が最強の味方になったんだね。そんなわけで今回の動画はここで終わりだ。よかったらチャンネル登録していってほしい。チャンネル登録していってね。これからするパンドラの話は、ギリシャの大詩人、ヘシオドスの労働と日々、って語られたんだけど、ヘシオドスが表現したギリシャ語のピトス、というのは、どうやら亀とか壺、のことだったらしいんだけど、16世紀に大活躍したエラスムスという、人文学者がギリシャ語をラテン語のピクシスに訳したんだ。でも、これが、箱、の意味だったせいで英語などにすると、ボックス、になって、日本語では、箱、になってしまったんだ。要は語訳だったわけだね。ギリシャ語をラテン語に、そこから他の言語にして日本語にっていう過程の中で、元の意味が変わってしまうことはよくあるんだよね。
とまあちょっと前置きが長くなってしまったけど、早速パンドラの話をしよう。パンドラの話はゼウスの激しい怒りから始まる。その気になれば一瞬でこの世を滅ぼせるゼウスの怒り。ガクガクブルブル、なんでそんなにゼウスは怒っていたの？プロメテウスが人間に火を与えてしまったからさ。その火を使って人間たちは武器を作って、次々と戦争を始めてしまったんだ。ゼウスはプロメテウスに罰を与えると、次は人間に罰を与えることにした。ゼウスは火の神ヘファイストスに命じて人間の女を作らせた。火事の神でもあるヘファイストスは、それはもう美しい娘を作り上げる。その娘がパンドラなのかい？そうそう。ゼウスは息子の仕事に満足し、パンドラを女神たちに預けて教育した。特に美の女神アフロディテからは男を魅了する術を叩き込まれたんだ。他にもアテナは各種の仕事の右翼を、ヘルメスからは羞恥心と狡猾心を、パンドラは人の男が望むような完璧なレディーとして育てられた。ゼウスは神々の仕事ぶりに満足し、パンドラを地上へと送り込む。そのサイクトス、つまり壺を彼女にも立てこう言った。絶対に開けてはいけないよ。だったらよこすなぁ。ゼウスは地上にパンドラを送る際、エピメテウスの元に送った。エピメテウス？人類に火を渡したプロメテウスの弟さ。プロメテウスはゼウスに罰せられる前、弟にゼウスから何かを送られても決して受け取るな、と言っていたが、エピメテウスは秒速でパンドラを受け入れた。だって美人だったからね。待て、合わせるな。それはゼウスの罠だ。エピメテウスはパンドラをチヤホヤした。それはもうチヤホヤしてかしづいて、もう何でもした。女が調子に乗るパターンきたー。特に何もする必要がなくなったパンドラは、暇を持て余して。希望を開けた。絶対開けちゃいけないやつ開けた。壺の中からは災いの女神エリスと夜の女神エクスが出てきた。エリスはトロヤ戦争の原因を作った女神だね。エリスは壺から出るや世界中に災いをばらまいた。そしてエクスは嫉妬、嫉み、妬み、悲しみ、憎しみ、あらゆる負の感情を世界中にばらまき始めた。パンドラが外に出て様子を見ると、人々は疫病に苦しみ、互いに憎しみ合い、互いに殺し合いを始めてしまった。争いはやまず、絶望が世界を覆った。人類にはもう、滅びの道しかない。全部自分のせいだ。パンドラは自分のしたことを後悔し、絶望し、その場で泣き崩れてしまった。でもそんなパンドラに声をかける者がいた。泣かないでパンドラ、まだ私がいる。パンドラは聞いた。あなたは誰？壺の中で輝く声はこう言った。私の名前は希望。古代ギリシア人、と呼ばれる存在は、主にドーリア人、アイオリス人、そしてイオニア人からなると言われています。他にも様々な人々がいたと思われますが、共通して自らをヘレネス、と呼びました。ヘレネスとな。古代ギリシア人は、ギリシア神話に出てくる英雄ヘレーンの子孫という意味で、ヘレネスという呼び名を使っていたのです。ヘレネス同士は非常に仲が悪く、年がら年中戦争をしていましたが、4年に1回、神々を祀るためにオリンピア大祭を行い、その時だけはいかなる理由があろうとも戦争を中止しました。もしかしてそのオリンピア大祭というのが、オリンポス12神を祀る式典であり、オリンピックの原型でした。今回はその中心となるオリンポス12神について見ていきましょう。民族を構成する三大要素は、言語、出生地、宗教だと言われます。詳しくは、オリエント史を見るのぜ。我々が古代ギリシア人と呼んでいるヘレネスは、ある程度言葉が通じたようですが、宗教観も共有していました。それがオリンポス十二神というわけか。中にはアテネのように、女神アテナの名前を冠した名の都市国家もありますね。都市神というやつかの。古代ギリシアは古代シュメール文明同様都市国家が基本でしたから、各都市には都市神がいました。詳しくは、シュメール文明の滅亡、を見るのぜ。卵が先か鶏が先か。最初に都市神がいてオリンポス十二神が形成されたのか。それともオリンポス十二神が先に形成されて都市神をそこから選んだのか。判然とはしませんが、シュメール文明同様、
ヘレネスの間ではオリンポス十二神を祀る文化が形成されていたのです。その過程は半然とせんのじゃの。誰がギリシア神話を作ったのか、これは誰が聖書を書いたのかという問いと同様、答えはありません。おそらくですが、長い時間をかけて作り出されたのがギリシア神話なのでしょう。その成立過程には興味があるの。聖書との違いは、統一的な聖典が存在しないことでしょう。あえて言うならホメロスの叙事詩であるイリアスとオデュッセイアがギリシア神話の中心だと言えます。詳しくはトロヤ戦争、オデュッセイアを見るのじゃ。ただホメロスは紀元前8世紀頃の人物と言われ、それ以前からギリシア神話は存在していました。問題なのは正確にいつ頃からギリシア神話が確立されたかがわからないという点です。そうなのかの。ミケーネ文明がクレタ文明を滅ぼした紀元前15世紀頃から徐々に神話が確立していったとする説が有力です。詳しくはクレタ文明の滅亡を見るのじゃ。そうなるとホメロスの段階で600年以上が経過していたことになるの。ギリシア神話を語り継いだのは吟遊詩人だったと言われます。平家物語を語り継いだのが琵琶法師であったのと似ておるの。ある祝典であったギリシア神話を文字にしたのが紀元前8世紀頃に活躍したヘシオドスという詩人でした。教科書にも出てくるの。労働と日々で有名なヘシオドスですが、彼は神統期と訳されるテオゴニアにおいてギリシア神話を体系的にまとめました。今回の動画の内容は基本的にはテオゴニアに準拠する形となります。ギリシア神話にはいろいろなバージョンがあるからの。ちなみにヘシオドスのもう一つの著作である労働と日々においてプロメテウスは人類に火をもたらした結果ゼウスに罰せられることになりましたが、先ほど出てきた英雄ヘレーヌはプロメテウスの孫にあたります。詳しくは縛られたプロメテウスを見るのじゃ。では古代ギリシア人はプロメテウスの子孫にあたるというわけじゃの。なお、プロメテウスはオリンポス十二神の系譜ではなく、いわゆるティターン神族の系譜となります。どういうことじゃ。前置きが長くなりましたが、オリンポス十二神が誕生する少し前から、ギリシア神話の話をしていきましょう。ギリシア神話は、混沌、と訳されるカオスから始まります。宇宙の成り立ちから始まるのじゃな。カオスはやがてタルタロス、エロース、ニャクス、エレボス、そしてガイアを生み出しました。ガイアとは地球のことじゃの。日本では地母神とも呼んでいますね。ガイアはやがて天空神ウラノスを生み出します。そしてウラノスはガイアと共に強力な力を持ったティターン十二神族を生み出したのです。それが先ほど言っておったティターン神族か。プロメテウスはティターン十二神族の一柱、イーアペトスの息子になります。では古代ギリシア人はウラノスの末裔ということじゃの。ウラノスはやがてティターン十二神族と敵対するようになり、神々による戦いが始まります。自分の子供たちとの間に戦争を始めたのじゃの。この際ガイアはティターン神族に味方をし、末っ子であったクロノスにアダマスという金属で作られた鎌を授けます。クロノスはこの鎌でウラノスの局部を切り取ることに成功し、戦争はティターン十二神族の勝利となりました。痛そうじゃのう。なお、その部分から誕生したのが、オリンポス十二神の一柱でもある、ヴィーナスことアフロディテです。いろいろな呼び方があるのじゃのう。ちなみにヴィーナスというのは、アフロディテのラテン語呼びであるウェヌスを英語読みした名称となります。アフロディテがオリンポス十二神で最初に誕生したのじゃの。ウラノスを倒したクロノスが、世界の覇権を握りました。クロノスと姉にあたるレアとの間には、次々と子供たちが生まれます。ヘスティア、デメテル、ヘラ、ハデス、ポセイドン。その名は、いずれもオリンポス十二神を構成する神々です。しかし父を殺して神々の長になったクロノスは、疑心暗鬼に陥り生まれた子供たちを次々と飲み込んでしまいました。なんというか、人間っぽい神じゃのう。人間よりも人間っぽいのがギリシア神話の神々の特徴ですね。ただ一人、最後に生まれたゼウスだけは、レアによって密かにかくまわれ、クレタ島の洞窟にてアマルテイアというヤギによって育てられます。クレタ島なのじゃの。
古代においてクレタ文明が形成されていたというあのクレタ島です。詳しくは、クレタ文明の滅亡、を見るのじゃ。ゼウスには、地母神とも呼べるガイアが味方しました。ガイアの助けを得たゼウスは、兄姉の救出に向かいます。クロノスと戦うのかの？今のゼウスの力では、クロノスにはまるで歯が立ちません。なので酒に薬を混ぜて、飲み込んだ存在を吐き出させたのです。これによってハデスたちは外の世界に出られ、クロノスとの間に全面戦争が始まりました。北のマキアの始まりです。ゼウスたちはオリュンポス山に陣を張り、オトリュス山に陣を張ったクロノス及び北アン神族と敵対しました。全面戦争というわけか。しかしゼウスたちは北アン神族にまるで歯が立ちません。強いのじゃのう。苦戦するオリュンポスの神々に対し、地母神ガイアが助言を授けます。ウラノスによってダイダロスに幽閉されたヘカトンケイルとキュクロークスたちを味方につけよというのです。そやつらは強いのかの？実はヘカトンケイルもキュクロークスもウラノスとガイアの子供たちなのですが、見かけが異様だったのでウラノスに嫌われ、ダイダロスに閉じ込められていたのでした。気の毒じゃのう。オリンポスの神々は彼らをタルタロスから助け出して味方としました。キュプロークスはそのお礼にオリンポスの神々にブブを作ります。ハデスには姿を見えなくする帽子を、ポセイドンには世界を揺さぶるトライデントを、そしてゼウスには全てを焼き尽くす雷帝を。これで北アン神族とも戦えるの。雷帝の力は圧倒的でした。姿を消せるハデスは北アン神族のブブを盗み、ポセイドンは地上を激しく揺らし、ゼウスは雷帝で北アン神族を焼き尽くしました。不死身の北アン神族は死にはしませんでしたが、戦いに敗北してタルタロスへと幽閉されたのでした。詳しくは、北のマキア、を見るのじゃ。それでオリンポスの神々は覇権を握ったわけじゃの。しかしまだ12には数が足らぬようじゃがのう。実は誰をオリンポス12神とするかについては論争があります。そうなのかの？このあたりは、春秋の五派、を誰にするかで議論があるのと同じですね。12という数に意味があるのじゃな。残念ながらハデスは含まないとする声が多いようです。長男なのにか。北のマキア語、誰が世界の覇権を握るかで、ハデス、ポセイドン、ゼウスの間に争いがあったと言います。争ってばっかりじゃのう。しかし再び世界を巻き込んだ争いになることを危惧した三兄弟は、公平にくじ引きでその支配領域を決めることにしました。その結果ゼウスが地上の支配権を、ポセイドンが海上の支配権を、そしてハデスは冥界の支配権を得ます。ハデスがオリンポス十二神に含まれないのは、ハデスが普段冥界にいてオリンポスには滅多に顔を出さないからという話ですが、それ以上にハデスに対しての恐怖心が原因であったと言えるかもしれません。冥界の主じゃしのう。ハデスはローマ神話や新約聖書にも登場し、キリスト教では死そのものと同一視されています。ローマ神話ではプルトーと呼ばれ、プルトニウムの語源ともなりました。恐ろしい存在と認識されておったのじゃのう。ちなみにですが、ウランはウラヌスに由来があります。ハデスはゼウスやポセイドンに比べると格段に登場回数が少なく、主役となったのは春の誕生ぐらいのものです。冥界の王が春の誕生と何の関係があるのかえ。デメテルという、ハデスの姉妹にあたる大地と豊穣の神がいるのですが、その娘のペルセポネに対し、恋心を抱いてしまったハデスは、彼女を冥界に連れ去ってしまったのです。強引じゃのう？デメテルはゼウスに相談しに行きますが、ゼウスは冥界の神に嫁ぐのにどうして不満なのか、と言って取り合いません。デメテルは怒り、豊穣の神としての責務を放棄しました。草木は枯れてしまい、夜冬が包んでしまいます。大変なことになったのう。ゼウスはハデスを説得し、ペルセポネはデメテルの元へ帰ることになったのですが、彼女は冥界においてザクロの実を食べてしまいました。何か問題なのかの？冥界の食べ物を食べると、冥界の住人になってしまうのです。困ったゼウスは裁定をし、1年のうち3ヶ月間はペルセポネは冥界で過ごし、残りはデメテルの元への帰還が許可されました。ペルセポネが冥界に行っている間、デメテルは豊穣の神としての働きをやめるため、この帰還は冬となり、
ペルセポネが帰ってくると再び責務を果たすために、春がやってくることになったのです。それで、春の誕生、か。してデメテルもオリンポス十二神なのかの？デメテルは確実に選ばれますね。そしてデメテルの姉妹であるヘラも確実に入ります。ヘラには恐ろしいイメージがあるの。ヘラクレスの冒険では情け容赦ないイメージがありますね。ですがそうなるには理由があるのです。ヘラはゼウスの妻となるのですが、ゼウスは全神話界で最も浮気性な神なのです。ヘラクレスもペルセウスも、ゼウスが人間との間に作った子供じゃったしの。オリンポス十二神の約半数はクロノスとレアの子供ですが、残りの約半数はゼウスの子です。その中でゼウスとヘラの子はアレスとヘファイストスです。マルスとバルカンといった方がピンとくる方は多いかもしれません。バルカン半島のバルカンか。ヘファイストスはローマ神話ではウォルカノスと呼ばれ、英語ではバルカンと発音するのです。彼はヘラとゼウスの長男でしたが、生まれつき足が悪く、それを知ったヘラに捨てられてしまいました。ひどいことするの。捨てられたヘファイストスを育てたのは、海の女神であるテティスでした。以前もどこかで出てきたかの。海の神ネレウスの子供であり、英雄アキレウスの母としても有名ですね。そうじゃ、トロヤ戦争最強の英雄アキレウスの母じゃった。成長したヘファイストスは、アキレウスをはじめ様々な英雄に武具を作っていますね。ヘラはヘファイストスを冷遇し続けましたが、ゼウスは息子に対し美の女神アフロディテを妃にすることを許しました。しかしアフロディテはヘファイストスを嫌い、あろうことかその弟であるアレスと浮気をしてしまうのです。一番きついパターンじゃな。ゼウスとヘラの子であるアレスことマルスは、ギリシアでは人気がない一方、ローマだと大人気という稀有な存在です。ローマの建国者であるロムルスはマルスの子であるという伝説ですし、マルクスやマリウスなど、マルスに由来のある名前の人物も多いです。両民族の気質の違いかの。オリンポス十二神の中には、アレスとアテネという戦いの神が二柱存在するのですが、アテネが栄光ある勝利を表している一方、アレスは戦闘の狂気を象徴している存在なので、ギリシアではあまり人気がないようですね。暴れん坊なのじゃの。兄嫁と不義密通を成したのもアレスの人気のなさの理由の一つでしょう。また、暴れん坊で戦いの神ですが、ヘラクレスには大敗しています。ヘラクレスが強すぎるのじゃろうの。戦いの女神であるアテナは、かなり変わった誕生の仕方をしました。ゼウスにはヘラと結婚するより前に、メティスという妻がいました。ヘラが最初ではなかったのじゃな。ゼウスがクロノスに飲ませた王と役は、メティスが作り出したと言われています。やがてメティスはゼウスの子を身ごもりますが、もし男の子なら大神の座をゼウスから奪う、という予言が出たので、ゼウスはメティスを飲み込んでしまいます。三代続けて同じことしておるの。しかしその後、その子供はゼウスの額から誕生しました。それが戦いの神アテナです。額から誕生したのか。アテネは戦いの神として活躍し、ペルセウスの冒険を助けたことでも有名ですね。詳しくは、ペルセウスの冒険、を見るのじゃ。アテネは無敵の盾イージスを持ち、ペルセウスの冒険後はそこにメデューサの首も同化します。イージスの盾の由来はここか。アイギスの盾と呼ばれることもありますね。他にもゼウスの子供は多数いたのですが、他にオリンポス十二神に数えられるのは、アポロンとアルテミスの双子ともう一柱だけです。太陽神と月の女神か。双子の母親はレトという名の女神で、ゼウスの子を見ごもるのですが、それを知ったヘラは、ギリシア中にレトに出産の場所を与えてはならないと命令を出しました。殺しはせんのじゃの。レトはなんとかオルキュギア島でアルテミスを産み、ついでデロス島でアポロンを出産しました。デロス同盟で有名なデロス島か。アポロンは牧畜と予言の神とされ、ギリシア神話はもちろん、古代ギリシアの歴史において非常に重要な存在となります。ギリシアもまた他の地域と同様に真剣政治的な部分がありまして、中でもデルフォイの神託は古代ギリシア世界で大きな影響力を持ちました。その神託を与えるのが予言の神たるアポロンじゃったわけか。古代ギリシアは1000を超える都市国家ポリスが乱立していましたが、
その中心はデルフォイのアポロン神殿だったと言っても過言ではないでしょう。それほどか。デルフォイでなされた神託は、全ギリシアでの決定事項だったのです。現在のナポリやマルセイユなどは、元はギリシアの植民都市でしたが、どこに植民都市を建設するかは、デルフォイの神託によって決定されたと言われています。世界の歴史にも大きく関わっていたのじゃな。一方のアルテミスは月と狩猟の女神とされます。彼女には悲しい逸話があり、恋人であったオリオンを自ら殺してしまうのです。なぜそんなことになったのじゃ。双子の弟であるアポロンは、姉とオリオンの仲を快く思っていませんでした。アポロンは非常に頭がよく回るので、姉が恋人を殺すための作戦を考えつき、実行に移したのです。どうしてそんなことを考えるのじゃ。アポロンはある時姉の狩猟の腕を馬鹿にしました。狩猟の神であるアルテミスは怒り、自分に仕留められぬ獲物はいないと豪語します。そこでアポロンは、遠く離れた場所を指差し、ですがあそこで動く獲物を仕留めるのはさすがに無理ですよね。と姉を挑発します。それがオリオンじゃったわけか。アルテミスはその獲物が何者なのかを確認しないまま仕留めてしまうのです。アポロンが悪いの？アルテミスは嘆き悲しみ、父であるゼウスに頼みますが、さすがの大神ゼウスも死者を蘇らせることはできず、空に浮かぶ星座にするのが精一杯でした。それがオリオン座の誕生秘話か。ヘラの息子たちと双子を除くと、唯一オリンポス十二神入りしたのがヘルメスです。彼はギリシア神話におけるトリックスターと言われ、突拍子もない行動をよくとるのですが、その性格はヘルメスの誕生に理由があったとされています。そうなのかえ？ヘルメスの母はマイアという女神だったのですが、ゼウスはヘラの目を盗んでマイアと仰せしました。浮気ばっかりしておるのを。この時のゼウスの行動が、ヘルメスに泥棒の才能と嘘を突き通す才能を与えたと言います。その才能は早期に開花し、生まれたその日にはアポロンの飼っていた牛をごっそり盗んでしまいます。ろくでもない才能じゃのう。さらにゼウスに似て女性大好きで、浮気を繰り返していきます。中には兄嫁であるアフロディテも含まれていました。ヘファイストスは浮気されまくりじゃの。ヘルメスはアフロディテの大切にしていた黄金のサンダルを盗み、それを返すことを条件に関係を結んだのです。最低じゃな。最低なのですがどこか憎めない性格であったようで、ゼウスの子供には冷たいヘラも、ヘルメスのことだけは可愛がっていたりします。そういう人物はおるのう。これでオリンポス十二神全部かえ？十二神目を誰にするかは議論の分かれるところです。候補としてはヘスティアとデュオニソスがいます。デュオニソスはラテン語ではバッカスと呼ばれ、ブドウ酒と酩酊を司る神です。人気が高そうじゃのう。デュオニソスはゼウスとセメレイという人間の間に生まれた子で、生まれた瞬間からヘラの激しい嫉妬にさらされました。母親は人間なのじゃの。なのでデュオニソスではなくヘスティアを十二神とするのが一般的ですね。ヘスティアはクロノストレアの子で、ゼウスの姉にあたる人物です。彼女はかまどの神とされ、外に出ないためにエピソードはほとんどありません。じゃからオリンポス十二神には含めないことがあるのか。ですがギリシアにおいてヘスティアは重要な存在で、新たな植民都市を建設する際には、最初にヘスティア神殿から成果をもたらすのが習わしでした。また、クロノストレアの最初のことも言われ、弟のポセイドンから求婚されたこともあります。当たり前のように近親婚をするのを。彼女はそれを断り、永遠に男性と関係を持たない誓いを立てます。ヘスティアはローマではウェスタと呼ばれ、その巫女はバージンであることを要求されます。ローマ皇帝となったヘリオガバルスが、ウェスタの巫女に手を出してローマ中から憎悪されたという事件も起きたぐらいです。詳しくは、ヘリオガバルス、を見るのじゃ。この事件はヘリオガバルスの失墜を招いた事件で、シリア出身だった彼は、ウェスタの重要性を十分に認識していなかったと言われていますね。東西で価値観が違うからのう。ゼウスの兄であるポセイドンは、確実にオリンポス十二神に入る存在ですね。その実力はゼウスに次ぐと言われ、ゼウス同様にかなり女性が大好きです。この兄弟は、ある時絶世の美女であったメデューサと、
あろうことかアテナの神殿で関係を持ち、以降アテナとは犬猿の仲になりました。メドゥーサってあのメドゥーサかの？メドゥーサはもともと絶世の美女だったのですが、この剣でアテナの怒りを買ってしまい、呪われた姿になってしまったのです。とばっちりじゃのう？アテナはよほど腹が立ったのか、ペルセウスを助けてメドゥーサを殺しました。メドゥーサはむしろ被害者じゃったか。なおメドゥーサはポセイドンの子を身ごもっており、ペルセウスが彼女の首をはねたとき、その子はペガサスとしてこの世に誕生しました。アテナといいペガサスといい、凄まじい誕生の仕方じゃのう。というわけでここでオリンポス十二神について少しまとめてみましょう。大きく分けると、クロノストレアの子、ゼウスの子、その他、の3種類に分類できますね。ほとんどがクロノスかゼウスの子か。クロノストレアの子は、かまどとイロリの神ヘスティア、豊穣の神デメテル、結婚の神ヘラ、怪人ポセイドン、そして、大神ゼウス、となります。長兄ハデスは入らんのじゃな。ゼウスの子は、戦いの神アテナ、炎の神ヘファイストス、太陽神アポロン、月の神アルテミス、少量の神ヘルメス、となります。ゼウスの子たちは複数の属性を司ることが多く、アポロンなら牧畜や予言を司り、アルテミスなら狩猟も司っています。ヘルメスも旅人の神じゃったりするしのう。唯一美の神アフロディテだけは、クロノスでもゼウスでもなくウラノスから誕生しています。あのような誕生の仕方じゃったとはのう。そんなオリンポス十二神の前に、最強の敵が立ちふさがりました。一体何者じゃ？ギガンテスと呼ばれる巨人族です。ギガンテスには神々の攻撃が効きません。なぜそんなに強いのじゃ？ギガンテスを生み出したのが、他でもないガイアだったからでしょう。ガイア？ガイアは一番の味方だったではないか。ガイアはゼウスに対して強い怒りを感じた。わかっているのはそれだけです。理由はわからぬのか？一説にはヘラに対する態度に怒りを感じたとも言われています。確かにゼウスはひどかったからのう。実は、完全なギリシア神話、はどこにも存在していません。多くは散逸してしまい、例えばホメロスの叙事詩は、イリアス、とオデュッセイア、の他は散逸してしまったという話もあるほどです。一説には、ホメロスによって歌われたこの戦い、ギガントマキア、が存在したとも言います。少なくとも2500年以上も前の話じゃからのう。これだけ残っているだけで大したもんじゃが、完全版の話も知りたかったのう。いずれにせよガイアの怒りは凄まじく、オリンポス十二神を完全に滅ぼすつもりでした。最強の味方が最強の敵になってしまったのう。ゼウスはギガンテスを倒すために、最強の息子を誕生させました。そのものこそがヘラクレスです。ヘラクレス、ヘラクレス。数々の苦難を乗り越えて成長したヘラクレスは、神々をも超える力を身につけていました。詳しくは、ヘラクレスの冒険、を見るのじゃ。そして半分は神で半分は人間なので、ヘラクレスの攻撃はギガンテスに有効だったのです。ヘラクレスの活躍により、オリンポス十二神はギガンテスを殲滅することに成功しました。これにて勝利かの。しかしこの勝利は、さらに強大な敵を生み出すことになってしまうのです。怒り狂ったガイアは、ついに究極の生命体を生み出してしまいます。その生物の名はジュボーン。強いのかの？その肩には100の蛇と竜の首があり、目の下からは常時炎を発し、あらゆる種類の音を発することができたそうです。戦闘のために生まれてきたような存在じゃのう。ジュボーンはガイアの怒りとヘラの嫉妬が生み出した存在だと言われます。それは勝てる気がせんわい。ジュボーンはエキドナと共に数々の怪物を生み出していきます。相当のウルトロスや三つ首のケルベロス、そして多数の頭を持つヒドラなど、数えきれぬほどの怪物を生み出しました。これは厄介じゃのう。その多くはヘラクレスなどの英雄によって倒され、そしてゼウスとジュボーンの直接対決の日がやってきました。両者の戦いは激しさを極め、大地は振動し、天地は煮えたぎったと言います。ゼウスも本気を出すと強いのう。激しい激戦に勝利したゼウスはジュボーンをタルタロスに叩き落とすことに成功し、世界には安寧がもたらされたのでした。詳しくは、ギガントマキア、を見るのじゃ。以上がオリンポス十二神及び、
ギリシア神話の概要となります。激しい戦いじゃったのう。ギリシア神話は様々な文化に影響を与え、天体の名前となった例も多いです。ウラノスは天王星、クロノスは土星、ポセイドンは海王星、ハデスは冥王星、ゼウスは木星、アレスは火星、アフロディテは金星、ヘルメスは水星、そしてガイアは地球。オリンポス十二神の名前が多いの。バルカン半島に代表されるように地名にもなっており、その影響の幅は非常に広いと言えます。それはすなわち古代ギリシア文化が世界に与えた影響の大きさとも言えるでしょう。といったところで今回の動画は終了となります。チャンネル登録して、次の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していてねー。